僕の友達小学校の時に、うん、まあクラス40人とかなんだけど、うん、一軒家住んでた人が多分ね3人とか4人とかなんだよね。少ないね。基本みんな団地っていう、はいはい、団地の人しかいない町っていうので結構あんまりないんだよね。だから都会にしかないじゃん団地って。あのね、だから都会の最先端ですよ。団地っていう言い方じゃなければな、マンションだったらね、はいはいはい、なんかまだちょっとハイソサエティな匂いがするけど、はいはい、ちなみに今フランスは何、どんな家ですの？ね、3階建て、え、4階建て、全部、うん、全部よ、4階建ての、え、その家に住んで、あ、違う違う、あのアパートの一室。あ、びっくりした、うん、全部君んちかと思った。いや、なんでやねん。いや、普通にあの、はい、成功した人間は。2部屋です。成功した人間は。ベッドと今の2部屋ですよ。そうそうそう。やっております。あんま家には興味ないの？だって、普通に。でも一番いる場所じゃん。うん、多くいますよ。大体家に。家でしょ？はい。だ正確に言うと、あの、うん、ベッドの上とソファーの上ですね。あ、それで十分なんだね。はい。だって、家広いとその分さ、なんか寒いじゃん。ああだからほら暖房とか入れても温まるの時間かかるし、ああはいはい、なんだろう、そのなんか微妙な合理性は何なの、いつ微妙じゃない、ほら家賃高くなってもそんなにさ、うん、なんだろう、幸せには直結しないじゃん。とか広いと、なんか例えばさ、じゃあさ、うん、家賃さ2万円高い家に住むのと、うん、2万円分おいしいものを食うんだったら毎月2万円分おいしいものを食う方が幸せだと思うんだよね。なあ、分かるよ。でほら人間なんか座って繁盛寝て一畳なわけじゃないですか、うん、君んちみたいにアホみたいにでかいベランダとかいらないんですよ。立って繁盛寝て一畳。はい、すいません。だから僕部屋は狭くていい派なんだよね。そうか。そっか、荷物とかもそんなないもんね。割とシンプルだしね。移住したけどスーツケース1個だからね、うん。それがすごいよ。